ヒョウモントカゲモドキは、ハチュコユーリンモクトカゲモドキかユーブレフォリーズ族に分類されるヤモリ。アフガニスタン南部及び東部、インド北西部、北部を除くパキスタン模式産地は、パンジャーブ州、ソルトレンジ。東道町オス11から15.8センチメートル、メス10.9から12.7センチメートル。体型は、やや細いが、類大飼育個体はこの限りではない。 覆面の鱗は丸みを帯び、21から30列が重なり合って並ぶ。尾の覆面には3から4列の鱗が並ぶ。上唇を覆う鱗は8から12枚。下唇を覆う鱗は8から10枚。四肢はやや長い。指跡の裏の鱗は凹凸状で、下板同士の間には隙間がある。孔子の第四子の後下板の数は17から26。 オスの総排雪口全部にある小さい穴の開いた、鱗の数は8から17。種名、マキアレリアスは、反問のあるを意味し、名前の通り体表には、高褐色の地色に黒い斑点が入る。洋体には、黄色と黒の明瞭な横帯模様が見られるが、この模様は成長とともに消失する。体表には一見、鱗がないように見えるが、頭部や背中、脚部、尾には、 粒状の鱗が点在し、喉や腹部には細かい鱗が並んでいる。ヤモリ科の中では比較的丈夫な皮膚をしているが、強く掴むと剥がれることがある。他の爬虫類と同様に脱皮を繰り返して成長し、脱皮時は体表が白く濁ったような状態になり、その下に新しい皮膚が形成される。芋虫状で特徴的な節がある尾には栄養を貯蓄する機能があり、 水さえあれば数ヶ月は何も食べなくても生存できる。オは個体によっては頭部の幅ほどに太くなる。オは、地切れし、再生したオは、元の形状とは異なる。株のような形状になり、地切れした部位や地切れ後の栄養状態などで再生をの、形状、模様、色彩は変化する。脇の下には、液化ポケットと呼ばれるくぼみがあり、このくぼみに、どのような意味があるのかは分かっていない。 栄養状態が良い個体は、脇から背中寄りにかけて水泡ができるが、これは尾に貯蓄しきれなかった脂肪が脇の下に蓄えられたものである。通常、メスより、オスの方が大きく成長する。死有の判別は、幼体ではわかりにくいが、生体のオスでは、相配節口の髪型に、前後甲という横一列の小さなくぼみが存在し、尾の付け根には、 ヘミペニスが収納されている黒明るサックがあるため、膨らんでいる。メスには、そのような前後向や、大きい部の膨らみはない。地域変異が大きく、足を認める説もあるが、分布の境界線が不明瞭、識別形態である第四子の後下板の数が、重複する、識別形態が不明瞭という問題もある。以下の分類は、5。鈴木レプタイルデータベース、分布は、5。 続きに従う、メディアを再生する、脱皮中の表門トカゲもどき。主に砂漠気候にある、浜ビシカのヤブが点在する、岩石砂漠や草原などに生息するが、インド北西部やパキスタン南部では熱帯性の乾燥林や乾燥低木林にも生息する。地表性だが、木のある環境では、半樹状性傾向も見られる。夜行性だが、季節によっては、 白明白母性傾向が見られる。昼間は岩の隙間や割れ目、他の生物が掘った巣穴などで休む。環境が公的であれば人工物を隠れ家にすることもあり、石壁の柱や水道管の隙間、廃棄されたホテルの床下などを隠れ家とした例もある。単独で生活するが隠れ家に複数個体が集まることも多い。 北部古体軍や高知古体軍は9月から翌3月まで、冬眠する。主に甲虫、直子類、林子類の幼虫などの昆虫を食べるが、クモサソリ、ターシ類などの接続動物、本種を含む、ヤモリ類、メクラヘビ類などの爬虫類、月脂類の幼虫などの小型哺乳類なども食べる。捕食者としてキツネ類やジャッカル類などの、イヌカエジプトマングース属ハーパスッツなどの食肉類、 タカ類、フクロウ類などの鳥類、ナンダフードコブラ族などのヘビ類、オオトカゲ類などが挙げられる。繁殖様式は乱生。繁殖期になると、オス一頭と複数頭のメスからなるハレムを形成する。オス同士では獅子を突っ張った後に尾を揺らして威嚇し合い、それでも相手が引かない場合は、噴気音を上げる、尾で叩く噛みつくなどして、激しく争う。一回に主に二個の卵を、 年に2から3回に分けて産む。卵は野生下では1ヶ月、飼育下では33から81日で孵化する。生鮮食体を持たず、発生時の温度により、死有が決定し、24摂氏28度ではメス、摂氏29.5度では、死有同率、より高温では、摂氏33度までは、 オスの比率が高くなり、摂氏35度を上限としたより高温では、メスの比率が高くなる。夜行性で乾燥地から半乾燥地に生息しているが、日中は岩の隙間や倒木のもと他の生物が掘った穴など、湿度が高いと考えられる場所に隠れている。歯科白板を持たないため壁面などは登れず、立体的な活動はほとんど行わない。 歩行時は尾を引きずらずにやや持ち上げる。餌を狙うとき、威嚇時は尾を上げて、左右に揺らす。食性は肉食性で、昆虫や節足動物、小型哺乳類などを食べる。決まった場所に糞をする習性がある。糞は通常、葉巻型で黒か濃い茶色をしており、糞には食べた虫の羽や足が混入する。また、白い固形の尿酸も排出する。脱皮時は、 障害物などに鼻先をこすりつけて上顎から皮を剥く。それから口で皮を引っ張り、服を脱ぐように上半身から後ろ足をにかけて古い皮を剥いていく。剥いた皮は大抵の場合、その場で食べてなくなる。体の部位ごとに数日から数週間かけて脱皮する。多くのトカゲと異なり、表門トカゲもどきの脱皮は数時間で終了する。オスイットに対して、 メス数頭でハーレムを形成し、生成熟したオス同士は激しく逃走する。交尾をする際、オスはメスの匂いを嗅ぐような仕草を見せ、尾を揺らしたり小刻みに震わせるなどの動作を行う。交尾が可能な場合は、メスは尾を上げ、オスはメスの首筋に噛みついて、メスを固定し、尾の付け根にある黒明るサックから、ヘミペニスを出し、交尾に至る。繁殖形態は男性で、 交尾から10日ほどでメスの腹部に卵が透けて見えるようになる。メスは産卵前に穴を掘り、1シーズン1から2個の卵を15から20日おきに1から5回に分けて産む。卵は40から60日程度で孵化する。温度依存性決定により、卵の保温状態が摂氏29度以下の場合は、メスのみ摂氏32度以上の場合は、オスのみが孵化する。 長寿な種であり、飼育下での寿命は、オスで29年、メスで約22年が記録されている。ヒョウモントカゲモドキは、選別後輩や突然変異個体の固定などの品種改良が進んでおり、品種が数多く存在する。ヒョウモントカゲモドキのブリーダーでは、トレンパージャイアントやラプターなどのモルフを作出したアメリカのロントレンパーや、 スーパーマックスノーを作出したジョン・マック、マーフィー・パターンレスを生み出したパッド・マーフィー、サイクス・エメリンを作出した、月光、エトセトラ社のスティーブ・サイクス、初期のハイポ・タンジェリンや、キャロット・テールで、名が知られ、数少ないヨーロッパ由来のアルビノを作出した、イギリスのレイハインなどがいる。トレンパーの例では、35世代にわたりほとんど他の血筋を入れずに、類代繁殖されている。 日本では生物学者の安川祐一郎が氷門と影もどきのブリーディングをしており、マックスノの中から細かい模様を持つ遺伝を発見して固定化し、ダイオライトという名称のモルフを作出した。氷門と影もどきのモルフには基礎となる品種であるベーシックモルフとベーシックモルフ同士を交配したコンボモルフがある。モルフと称されるためには、 形質が、親から子に遺伝することが条件であり、表門と影もどきの遺伝は、大衛性遺伝、劣性遺伝、優性遺伝、共優性遺伝の4種類に分かれる。いわゆるノーマルだが、ハイエローという品種がノーマルと呼ばれることがあるため、ブリーダーによっては、野生個体同士の後輩から生まれた個体を、ピュアブラッドや、ワイルドストレインという名称で区別している。原産国が、 正常不安定などの理由により、野生個体の流通は極端に少ない。分布地によって形質が異なるので、種親を分布地別に区別して繁殖させているブリーダーが多い。選別交配されたファスキオラータスヤーフガンには、ジャガーノートという名称が付けられている。単性遺伝、多元性遺伝のモルフは、高確率で親の形質が子に遺伝する。そして、同系統の血筋で、 近親交配による選別交配を繰り返すと次世代へ行くにつれて形質的な特徴が強調されていく傾向にある。逆に系統の違う個体同士で交配すると強調された形質が薄まり次世代に特徴が出なくなる。ほぼ全てのモルフの基礎となっているハイイエローはこのような選別交配の末に誕生した。劣勢遺伝、トレンパーアルビノブリザード劣勢遺伝の特徴や 形質は他のモルフと交配した次世代で一度隠れて見えなくなるが因子は確実に遺伝する。劣性遺伝の表現が出ているものはホモ、出ていないものはヘテロと呼ぶ。メンデルの法則に従いホモ同士を交配した場合は生まれた個体はすべて劣性遺伝の表現が出たホモとなる。ペット販売店などで販売される生態のうち劣性遺伝の形質を持っているが それが表現されていない個体には、品種名の強盗に、ヘテロの単語が付加される。また、ヘテロ同士を交配すると、表現が出るホモの他に、表現が出ないヘテロと、ノーマルも生まれるが、ヘテロとノーマルは、外見では、区別ができないので、ヘテロの可能性があるという意味で、まとめて、ポッシブルヘテロと呼ばれる。優性遺伝表門トカゲモドキの飼育下繁殖では、 生まれたこのうち50%が親の形質を受け継いでいれば優勢遺伝とされる。新たなモルフが簡単に作出できる使い勝手の良い遺伝形式であり、発見されたドミナントモルフはすぐに世界中に広まる。共有性遺伝共有性遺伝はボールパイソンの品種で知られてきた遺伝形式で子ドミナント同士を交配すると、さらに親とは、 外見の違う個体が25%の確率で誕生する。このような個体はスーパー体と呼ばれる。スーパー体同士を交配すると次世代は必ず分離し、元のモルフに戻る。共有性遺伝にヘテロは存在せず、劣性遺伝ではヘテロ同士を掛け合わせるとホモが生まれることがあるが、共有性遺伝ではそのような現象は起きず、生まれた孫世代はすべて、 シブリングと称され、単なる兄弟という扱いになる。ドリームシクルメの形質には、銀灰色の交際に縦に細長い黒の銅鉱を持つ、ノーマルアイの他に、交際まで黒いエクリプスや、交際の中に銅鉱が滲み出したような模様の、マーブルアイ、エクリプスから派生したアビシニアンがある。エクリプスのうち、スーパーマックス脳に代表される黒目を、ソリッドアイ、ラプターや、 ディアブロブランコなどに見られる赤目を、ルビーアイ、瞳の縦半分がノーマルで残り縦半分がソリッドとなる形質を、スネークアイと呼ぶ。エクリプスは、瞳全体が濡れたような黒、または赤い色に見えるが、よく見ると同じ色の光彩と動向がそれぞれ確認できる。スネークアイの個体は、正面から見るとより目に見え、愛嬌がある表情を見せる。 形質の出現は不規則で、スネーク愛同士の後輩から、ソリッド愛が生まれることがあり、その逆もまたあり得る。エクリプスの因子が入ったモルフには、ノバ、ブラックホール、ギャラクシーなどのように、慣例として天体に関する用語が、名称に用いられる傾向にある。アビシニアンは、交際の網目模様が赤く、血走った目をしているように見える。コンボモルフに活用され、 ギャラクシーというモルフには、アビシニアンの形質が組み込まれている。遺伝については、不明な点が多い。オに濃いオレンジ色が乗った個体は、人参に見えることから、キャロットテールと名付けられる。キャロットテールの定義は明確ではないが、オームネオの表面積の15%以上が濃い、オレンジ色であれば、キャロットテールとされる。アルビノでありながら明瞭な黒色の模様を持つ個体や、 通常では見られない発色をする個体はパラドックスと呼ばれている。パラドックスとされた形質は遺伝しない。作出初期のギャラクシーに見られた黄色の反紋もこれにあたる。模様の白色部分が薄紫色に見えるものはラベンダーという名称がつく。爬虫類の展示即売会で販売されている表紋と影もどき。流通している個体の9割近くがアメリカやヨーロッパ。 日本国内の飼育下で計画的に繁殖された個体である。1980年代までは主に自然下で捕獲された野生個体が流通していたが、生息地が紛争地帯や生状不安定な地域のため、野生個体の流通は減少した。2000年代では野生種に近い氷門柄の個体、いわゆるノーマルの流通も少なくなり、主流は ハイポタンジェンリンに代表される体色の黒点を消してオレンジ色を強くなるようにした改良種である。生態はペット販売店での購入や国内外のブリーダーが集まる爬虫類の展示即売会などのイベントでブリーダーから直接購入するなどで入手できる。孵化したての幼体よりある程度育った個体の方が飼育しやすい。他のトカゲモドキの種に比べて 陽気な性質であり、動作が緩慢でおとなしいため、ハンドリングが可能である。ハンドリングをする際は、地切れや怪我などの事故に注意し、生体の全長が1 0トルを超えるまでは、ハンドリングを行わないようにする。多頭飼いも可能だが、基本的に単独で飼育する。飼育容器は、生体が逃走できないものであれば、どのようなものでも良い。ケージの広さは、 幅が、生体の前兆の場合、奥行きが前兆と同等程度であれば問題ない。氷門と影戻きは低温に強い種であるが、パネルヒーターなどで、ケージの底面を温め、ケージ内の温度は、摂氏25度を、加減、摂氏40度を上限として、低温部を摂氏28度、高温部を摂氏32度に保温するのが最も良い。タンジェリン系やアルビノ系、 パターンレス系の品種は低温の環境にさらされると体色が黒ずむので、これらの品種は美しい体色を維持するために、ケージ内を摂取33度前後にする。生体が場所を移動して体温を調節できるように、パネルヒーターを敷く面積は、ケージ底面の半分程度に止め、ケージ内に温度勾配を設ける。床材は市販の砂などを使用するが、特に用体は、 餌と一緒に砂を食べ、体内で砂が詰まって死ぬ場合があるので、養体を飼育する場合は床材にキッチンペーパーやペットシーツを用いる。ケージ内にはシェルターを設置し、生体が隠れる場所を提供する。また、脱皮不全を防止するため、ケージの一部に湿らせた水苔や、ヤシマラを詰めた容器を置くか、素焼きのウェットシェルターを用いるなどして、湿度の高い場所を設置する。 照明は部屋の明るさ程度で十分だが、アルビノ系でない品種は、照明を用いると、体色の発色が良くなる傾向がある。逆にアルビノ系は、目が悪く、周囲が明るいと眩しくて、目が開けられなくなるため、アルビノ系の品種を飼育する際は、薄暗い環境にする。夜行性のヤモリのため、紫外線の照射は、必要ない。基本的に本種は単独で飼育する。餌。 外敵、交尾相手以外の個体には興味を示さない。複数飼育をした場合、妖体や成熟していない個体は、互いの尾に噛みついて食べ合うことがあり、生体の大きさが大きく異なる場合も共食いを行う。また、成熟したオス同士は、縄張り争いによる激しい闘争を行う。メスは、複数飼育が可能であるが、これは、オスと違ってメスは縄張りを主張しないことや、 食べられない大きさであれば他の個体に興味を示さないことによる。他種との同居は生育環境が類似しており、なおかつ活動範囲が重複しない、樹状性の種であれば問題ないことが多い。餌はコオロギが基本となる。デュビアやミールワーム、ハニーワーム、ピンクマウスも食べ、生餌だけでなく冷凍餌も食べる。ミールワームは消化に悪く栄養に偏りがあり、 特に小型のミールワームは、ほとんど消化されずに排泄されることが多い。幼体の頃に食べた餌が好みになる傾向があり、この頃にミールワームやデュビアを餌に使用すると、成長してもそれらしか食べなくなる場合がある。ハニーワームは、拒食を起こした際に使用されることが多いが、指向性が高く、生態がハニーワーム以外食べなくなることがある。来る病を防止するために、餌には、 毎回必ずカルシウム剤を添加する。カルシウム剤は餌に添加する以外に小さい容器に入れてケージ内に設置し、生体が好きな時に舐めて摂取できるようにする。救治の際は生きたコオロギをケージ内に放すと、コオロギが生体をかじるなどの事故が起きることがあるため、コオロギの頭を潰してからピンセットを用いて一匹ずつ救治した方が良い。大抵の個体はすぐに ピンセットから餌を取る。水分は容器に水を入れて、ケージ内に置くほか、週に2から3回は、ケージ内の壁面に霧吹きを行うことで与える。生体に霧吹きの水が直接かからないようにする。本種を飼育する上で多く見られる病気やトラブルは、脱皮不全、虚食、来る病、寄生虫である。 脱皮不全脱皮不全は最も多いトラブルで湿度不足で乾燥した飼育環境にすると脱皮後指先などに古い皮が残ったままになる。脱皮不全を放置すると指先や尾の先などは古い皮に締め付けられて血流が悪くなり餌子して欠落する。飼育している個体が脱皮不全に陥った場合は密閉できるケースに湿らせた水ごけを敷き詰め、 その中に脱皮不全を起こした個体を入れておくか、個体が溺れない程度の深さにぬるま湯を張り温浴をさせることで皮がふやけて剥がれやすくなる。虚食虚食は飼育環境の温度低下が原因で起きる。幼体で5日、生体で2週間程度餌を食べない場合は虚食を起こしているとされる。来る病来る病はカルシウム不足が原因で発生する。表門と影戻きの場合、 来る病にかかると、腰部や四肢が曲がって歩けなくなることが多い。発症した場合、その進行を止めることはできるが、一度変形した部位は感知しないため、予防することが重要である。寄生虫寄生虫はクリプトスポリジウムが一時期、世界中で流行した。クリプトスポリジウムに感染した個体は、スキニーテールやペンシルテールと呼ばれ、下痢や音、虚食などの症状が発生し、 急激に痩せて、尾が細くなり、最終的に死に至る。糞を経由して伝染する上に、根本的な治療法はなく、基本的に治すことはできない。寄生虫対策として、道具の使い回しをしない、使用した道具は、熱湯消毒する、複数飼育を避ける、感染した生態は隔離する、信頼できる店やブリーダーから生態を入手するなどがある。日本では、 本種が在来種のトカゲモドキ類に致死性のあるクリプトスポリジウムの媒介者になる可能性があることから2005年に要注意外来生物に指定された2015年には定着を予防する外来種のうちのその他の定着予防外来種に指定されている。地切れ飼育しているとき地切れすることがある。これの原因はストレスであることが多い。特に床材の変化。 一匹で飼っていたところを急に複数で飼い出した等の急な飼育環境の変化を嫌うことが多い。前日の通り、には栄養が蓄えられているため、これを切ったことで栄養の不足が発生しやすくなるので、地切れした後はいつもより餌を頻繁にやる、多めにやるといった処置を取るべきである。飼育か繁殖は容易な上に多産であるため、計画的に行う必要がある。繁殖には、 全長2 0センチメートル前後、生後1年半以上の健康な個体を用いる。雌有の大きさに差がありすぎると、交尾に失敗することがある。メスは、生後5年程度まで産卵が可能である。確実な繁殖を計画する場合は、数週間程度刑事内の温度を、摂氏25から28度まで低下させ、水のみを与えて絶食させるクーリングを行うと、発情するようになる。 飼育か繁殖個体は成熟していればクーリングを施さなくても交尾を行うことが多い。メスがいるケージにオスを投入するとメスを見つけたオスはすぐに興奮して交尾を試みる。一回の交尾で受精するとは限らないので数日程度同じケージに同居させておく。手でメスに触れた後にオスに触れると手に残ったメスの匂いにオスが反応し興奮して噛みつくことがある。 ありがとうございます。